私がこの前に出て物を申すということは本当に皆様の応援の中で期待に添えなく、また僕自身もここで育ててもらった人間が J2 に落としてしまったということをすごく重く感じております。本当にすみませんでした。本当に選手は一生懸命僕がやろうとするサッカーをやってくれたと思ってます。もう本当に僕自身がこの戦いの場の経験のなさを暴露してしまいました。ただ今社長も言われたように、これでジェフが終わるわけではないので、必ず1年で一部に復帰できるようにしっかりと足元を見つめ分析をして、しっかりとしたゲームを J2 でできるようにチーム一丸となってやっていきたいと思います。これからが本当の勝負だと思います。今一度我々に力を与えてください。よろしくお願いします。この千葉を愛してここへ足を運んでくれる皆様、本当にありがとうございました。必ず1年で復帰できるように我々みんなでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。エジリ監督にご挨拶申し上げました。ありがとうございました。